動画やっていこうかなと思うんですけども、ここね、ここね、ここか、書いてると思うんですけども、年内に1万人の登録者目指して動画毎日ね、ほぼほぼ毎日投稿やってますので、ぜひですね、今日の動画面白い、参考になったと思う方がいらっしゃれば、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということでですね、まあ、サムネとタイトル見ていただいたらわかると思うんですけども、まあ、この2023年シリーズもいよいよですね、佳境に差し掛かってきたということで、もうすぐすれば4600の選手が出てきて、グランドオープンが、もう本当にね、1ヶ月後くらいに待ち構えていると。まあ、その時までにやっておかないことで、ここがたくさんあるんですね。例えば契約書もね、1ヶ月前になったらもうちゃんと集めていって、新しいグランドオープン後の S ランクの選手を獲得するで、あったりだとか、そこからすぐ始まるリーグに備えてストック経験値を貯めておくだとか、本当にさまざまな、備えておかないといけないことがあると思うんですけども、そのうちの一つにスピ解放で4400までねやることができるので、スピ解放の準備をやっていくっていうね、こちらが大事になっていきますと。そのためにはですね、まず4400の選手にスピ解放するには、まず現段階でスピリッツをね4200にしておく必要がありますと。あとはね、1人をスピ解放するにあたり S ランク、2枚必要になってきますので、 S ランク、貯めていく必要があるというところなんですけども、その上でですね、グランドオープンになれば真っ先にですね4400にして使っていきたいなと思っております選手が、まあ、複数にいるんですけども、そのうちの1人がですね、こちらの投手になってます。はい、こちらの沢村投手ですね。いや、こちらの沢村投手めちゃくちゃ強いです、マジで。今回ね、TS で沢村投手が出てきてこんな感じなんですけども、まずね、9位からね、3ステが82、74、82ということで、もうここもね、ワールドスターの方が強くなってますし、スプリットの変化量が5、スライダーが変化量4あって、カーブ、ストレートが155キロに、ツーシームがいいということで、でね、特殊能力の方も、サッカーのね、ピン体験値がないんですよね。伸び奪三振対ランナーと。で、ワールドスターの方はどうなのかと見ていきますと、まずね、3ステ自体はあっちの方が高いんですよね。なので、まずね、あっちの方はおそらく先発時代の沢村投手なのかなというふうに思うんですけども、こっちはね、マッスルの沢村投手なので、もう完全にね、適性の抑えっていうのは、見ていただいて分かるんで、スタミナもね、グッと落ちてますし、もう全くね、査定年度の違う沢村投手になってますよと。で、ストレートが157キロ、2キロ上がってますね。で、スライダー、カーブ、スプリットの変化量が5から6と。で、ツーシームも E だったのが D というところで、まあもう圧倒的にこっちの沢村投手の方が強いんですね。しかも超大ピンチ持ってて、伸びも持ってて、脱三振もあると。脱三振ちょっと上げてなかったね。ということで、もう今年 TS で出てきた沢村投手とは本当にもう比にならないくらいこっちの沢村投手の方が強くなってます。で、まあ、ちょっとね、TS とかいろいろ思い返してみると、例えばね、則本投手が、一番強かった頃の能力とは違うので出てきたりだとか、まあ、外崎選手もそうなのかな。あとはさ、坂本選手も一番強かった時の坂本選手ではなかったですし、この沢村投手に関しても、一番強かったと、リアタイ的に強かった使える時の、沢村投手では出てきてないということで、TS ってちょっとその辺渋るのかなっていうところがあるなっていう印象を持って、TS の方が強いなっていうことは、まあ、まずないんですよ。なので、こちらのね、沢村投手っていうのがもう永久にね、スピ解放していく案件に該当しておりまくりまくるんですよね。ということで、まあ、こちらの沢村投手が4200までスピリッツ上げてって、いつでもね、4400さあいらっしゃいという状況になってますので、早速ちょっとね、こちらの沢村投手をランク戦の方で使っていって、持ってる人にね、あ、沢村投手4400にする準備しておかないと、と思っていただけるようなね、投球内容をちょっと見せつけていきたいなということで、早速ね、ランク戦の方やっていきたいと思います。はい、ということで、相手の方の打率が3割8分3厘。コットン監督。コットン監督、あの、化粧水とかをね、こう、浸透させる、あの、コットン監督ね。うん。まあまあまあ、3割8分3厘やったら、もう、沢村投手、バシバシいきますからね。うん、モサ以外はね、刺さりまくるんですよ。あの、左打者には結構強いですよね。やっぱり、この、インコースのね、ここのね、出し入れ、ストレート、ツーシームっていうね、あ、やばい。2球ですね、完全に。
落ち着け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 抜けて、あ終わんの早っ。3球で、こちらの沢村投手に関してもなんですけども、圧倒的にね、右打者の方が抑えやすくはなってるのかなという印象ですね。まあ、ちょっとね、僕が思う沢村投手の一番強い配球をね、ちょっと皆さんに今日見せつけていきたいなと思うんですけども、まあ、もう右投手でツーシーム持ってる人はひたすらここですね。もうここ、ストライク入れたり、ボール入れたり、ツーシームはボールだと思わせて、たまに入れるツーシーム。今のも、ストライクゾーンっていうので、ちょっと遅れてセンターフライになってるっていうところでね、ツーシーム悪いじゃん。セリーグ杯かなんか出てる時も、これでも途中で試合やめたんよね。うわ、見にくい。これわしのせいやん。うまいこと編集せねば。左打者が鬼門ですね、どちらかといえば。左打者はもう上手にね、この辺落ちるか落ちひんか。これをショートゴロ。まあまあ、左打者はある程度打たれる可能性はありますね。だからもう右打者は絶対に抑えていかないといけない。こちらの沢村投手に関しましては。ここね、ビタビタ。これはボール球になります。振るね、振るね。お、走ってる。ってことは、タイピン出る？あ、タイピンで、タイピン出なかったということで、申告敬遠いきましょう。申告敬遠。なんだってー出せよ。出てほしいよ。ここね。うん。で、もう一球見せていきます。これはもうギリボールやね。うん。で、視点を揃えて、このライン上にストレート。いや、それは良くない。良くない、良くない。うん。ということで、ちょっと一球ね。これは行かれるやもしれませぬ。オッケー。で、フォーシームか。ちょっとこれ打たれたらごめんなちゃい。フォアボールでもいいよ、もう。あ、出えへんね、それはて。じゃ、これ最後ツーシーム、ボール球1か8か。まあ、最悪タイピン出てないんで、見たいし。うん。これね、本当にやっちゃいけないんですけど、ね、今の結構まあ、でも全然で、ね、あ、まずい、これはまずい。ちょっと喋りすぎて全然打ってないから3秒で終わります。3秒経ちました。結局黙るんかい。ちょっと1回1本ヒット打つまで終わります。ツーシーム自律神経失調症の方ですか。いや、ほい、回れ回れ回れ、ちょ、帰ってこい帰ってこい帰ってこい。いや、無理か無理か、止まって、オッケー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 、渋い顔してるね。喜んだっていいんだぞ。さあ、来なさい、かかってきなさい。藤井やめて。赤堀さん、いや、パワーヒー、おー、超えた超えた超えた、帰って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 、全然飛ばへんやんと思うね。超えたわ。まあ、これ9位33やからね。落ちて！よし！よし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 。4点あったらもう余裕やね。バースの打ち方で打つ。ちょっと、早くストライクゾーン持って。いや、ないぼ。フォークちゃう。はい、ということで、ちょっとね、タイピン値出していきたいんですけど、ちょっとこれタイピン出えへんかったら、いや、出そうやな。ちょっとね、ゲッツーだけは打たれたくないけど、ピンチ背負いたいんで、ポテンヒットになりそうな方針。何してんねん、もう！ほんま！長打打てよ、長打を打てよ、長打を。ちょっと、2発申告敬遠します。はい、頼む！よし、やっと出ましたね。やっと、絶対じゃない。大丈夫、よし、よし。まずね、ちょっとツーシームの動きからね、これ B シームになりましたよ、と。プワッ！でね、もうこれ右出しとかやったら、グイってなるから。で、これもうフォークなんよ、この落ち方がね。いくで。見て？やばくない？マジで。で、絶対振ります。これで終わりだ。まあ、ストライクやったからそれは振るけどね。いや、もうこれね、超大ピンチ出たらマジで強いんで、強制バズで使いましたけど、
これ抑えとかで使って、あ、特別延長一発目沢村投手とかから行ったらね、マジでめちゃくちゃ強いんですよ。ということでね、この沢村投手ちょっと獲得して持ってる方いらっしゃれば、まず1回4200に持っていって、でその後4400に持っていってっていう必要があるんですね。スピ解放っていうのは上限が200しかいかないんで、一発で行こうと思うのであれば、あと S ランクできるだけ温存したいなと思うのであれば、4600の選手が出た時に4200から上限プラス200して、一回4300でもいいんで、ぜひねスピ解放して使ってみてあげていただければ、不幸中の幸い極まりないなということで、こちらのね沢村投手の、今日はねスピ解放したのを使ってみたということで動画やらせていただきました。ということで今日の動画がね面白かった、参考になった、あ、沢村投手スピ解放しようかなと思っていただけた方がいらっしゃれば、ぜひねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、あまちゃん。